いらっしゃいませ。こうしました。おお。なんか昔の電車だって来る人。じゃあ皆さんこんにちは。3分です。韓国来てもう初めてのそういう行動って言えばいいですか。でも雨降ってます。ここ結構珍しいところだと思うんですけど、韓国の60年代から80年代のなんかレトロな村って言いますか、村なんですけど、ちょっと自分ってレトロなところ好きじゃないですか。なんかここはあの明洞から歩いたら 2.2km 遠いか、タクシー乗ったら 4km なので800円ぐらい。あとすぐ隣あの광장市長とか、いろいろあったので、自分も初めてなのでちょっとこれから行ってみたいと思います。ここや月曜日は休みだって。自分は知らない時代なんですけど、学校の前だってなんか雨降ってるので人あんまり多くないんですけど、なんかもし写真とか撮るのが好きな方々いたら、もうこういうところで写真とかはいかがですか。明洞とかそういうところじゃなくて、あ、これは韓国の昔の駄菓子、あ、自分も知ってる駄菓子とかよくある、これ全部駄菓子や。なんか聞いたのが、全世界の中で日本あと韓国しか駄菓子がないって、あの日本の駄菓子屋さんのお姉ちゃんが言ってくれました。うちのおんまが、おま、アパとかお父さんとかがこれで遊んだりしたかも。自分もわからない。こういうの見たことありますか。いやー、韓国でフラップなんですけど、日本語で何ですか。今緊張しちゃった、あそこ入るのはいつも緊張しちゃう。昔の小学校や、わ、こういうのもこのまま、あ、これ小学校中学校の頃はもう使ったんですけど、私も触っちゃダメ、触っちゃダメなんだって。あー、これなんか昔の韓国のドラマとかで見たことある。学校行ったら、ここの上に置いたらランチ時間、ランチご飯、昼ご飯食べるとき暖かくなるんじゃないですか。これ話してよく聞いたんですけど、まあ、そういう二感の違い正直わからないので、皆さんコメントでたくさん教えてください。マッコリ、ああ、いろんなばっかりある。わあ、ばっかり、たくさんある。わあ、マッコリ。僕もなんかソウル住んでいるんですけど、ここは来たことない、初めて。多分ソウルの友達、韓国に住んでる友達たちも知らないんだって。ソウルの 100年の歴史を感じられるところ。おお、なんか面白い。ソウルに自分が知らないところがあるなんて。おお、劇場だ。うわ、ほら見て、うわ、赤く明るい歌声に、映画館、劇場だ。うわ、ああ、70年代の劇場。80年代。60。静かにしないと。なんかお菓子とか買うところ。うわあ。これ何？タバコよ。わ、ポップコーン、ハンバーガー、クリームパン、イカ焼き、卵、アイス、コーラ、サイダー、オレンジジュース、コーヒー、銀行の貯金の広告。ここも駄菓子みたいな。わ、
ゃいませ。ああ、そこ行ってみよう。気になる。しました。これ何かわいい。やっぱ自分って日本に住んでからレトロが好きになってきた。コンピューター。お、レッドカーペットだって昔の。本物？あ、本当にやってる。うわ。漫画読むどころ、昔の。あ、コーヒー、130円。ああ。昔はここに座って、漫画を。ドラゴンボール。ドラゴンボール。お、ドラえもん。ドラえもん。本当にみんな読んでた昔の本。すごい。ああ、写真撮るところたくさんあるじゃん。うわ、あそこで写真とか。お母さんとかが家族、あの子供連れて来るところみたいです。やっぱお母さんたちの思い出の。ああ、僕も髪の毛切らないと、カットしないと。ああ、昔の美容室。なんか自分が好きな食べ物食べるところないかな。結構食べてきたんですけどお腹空いてきた。お、なんか匂いする食べ物のない。あ、食べ物出る。食べれる。わざわざここに来るじゃなくて、近くに本当に明洞とか東大門とかあるので、他のところに行く途中、なんかちょっと少し通って他のところに行ったらいいんじゃないかなと思って。あ、最近ずっと韓国語喋ってるから日本語も韓国語も出てこないな。なんか食べてから行こうかちょっと悩んでんですけど、我慢します。ではでは、終わりでございます。あー、こうやってここに入り口があったんだ。